目を覚まして、目を覚ましてください。こちらです。それを解放してください。来たね。
ようこそ時の塔へ、マスター。力はもう覚醒しているようですね。あなたの腰にある瓶が霊魂で満ちています。泉に注ぎ召喚をしてください。夜道に一人は危険よ、モーティマーズ。あなたの気配を感じたわよ。私の存在意義は剣にある。他にはない。良い人形です。どうぞお使いください。異なる世界の魂を実体化させ、ご自身のために戦わせることができます。はい、マスター。すべてを忘れてしまわれたようですね。これはあなたが持って生まれた能力です。これはイルミンズールの鏡の破片。まだ時空の守護者の魔力が残っています。破片は塔のあちこちに散らばっています。記憶を取り戻すため、鏡の破片をすべて探し出してください。私はあなたに仕える侍女です。ご用の際はお申し付けください。イルミンズールの鏡、それはかつて時空の守護者エレキシュガル様のものでした。時の塔、未完成の遺物。ここでは各時空を管理していました。今は魔物の巣窟となっています。どうかお気をつけを。すでに時空は乱れ、混沌の魔物がこの世界を侵食し始めています。時空の守護者の魔力を受け継いだあなただけがこの厄災を鎮めることができるのです。本気で行くぞ。注意するんだ。ここは僕の記憶と違って仕掛けがいっぱいあるみたいだから。
お気をつけを。この先から嫌な気配を感じます。どこから来たのですか？私は時の司祭、ラクシャ。ここはかつては守護者様の庇護のもとにありましたが、今ではこのように荒れ果て、さまざまな魔物が徘徊しています。人間よ、早々に立ち去りなさい。
けてみろ。マスター、目を覚ましてください。